まずは1回目の配信だって感じなんですけども、なんか昨日ちょっと配信したかったんですけど、ちょっと配信ができなかったので、ちょっとこの時間にさせてもらいます。イエーイということで、はい、早速ですが、N さんこんばんは。こんばんゆす、ありがとうございます。よろしくお願いします。よっちゃんこんばんは、来てくれてありがとうございます。お願いします。よいしょ。そして、初期長さんめっちゃ久しぶりな、パチパチパチ、ありがとうございます。お願いします。ってことでですね、なんかひそひそ喋っちゃうんですけど、別にひそひそ喋らなくてもいいんですけど、なんか今ですね、すごい慌てて配信を始めたことにより、今めっちゃ立ち話してるんですよ。今ここめっちゃ立ってて、今どうしようかなって感じで今悩みながらこの配信ボタンを押しちゃったんですけども、ね、ご無沙汰ってことで、ご無沙汰です。立ち話もなんなんで、ちょっとなんか移動しようかなってことで、さてさて、なんかしかもなんか今日画質ぼんやりなんですよね。なんでかわからないんですけど、よいしょ、これを、あれ、これがなんでこうなるんだ。ちょっと一瞬置こう。あ、これでもいいですね。仕事場からこんばんゆす。あ、のびたけさんこんばんゆす。ありがとうございます。お願いします。そして竹水さんこんばんは。ありがとうございます。お願いします。まあ、何を隠そう、今私ハロウィンのショールームのイベントに出させてもらってるんですよ。でなんかすごい、これはたくさんの方が出てて、ハロウィン盛り上げよう、ハロウィンライバーを決めようみたいなイベントでですね、私もなんかブロックに分かれて出てます。なので皆さん一緒にハロウィンを楽しんでいきたいなって思っております。あ、うよりさんお中様です、ありがとうございます。よろしくお願いします。まあ、ちょっとね、本当昨日も配信をねしたかったんですけど、すごい遅くなっちゃうなと思って、今日は2回やらせてもらおうと思っているんですけど、なんかね、あれですよ、今日どんな一日だったか振り返ると、今日は、まず起きたい時間に起きれなかったとこからスタートします。本当はですよ、早起きをして午前中に、新しい、まあいわゆるペンライトを買いたかったんですよ。なんか前は持ってたんですけど、ペンライトなんかあんま調子よくなくって、まあ、皆さんもね、ユスもさ、ライブ出させてもらう時に皆さんもペンライト振ってくれて、それすっごいユス見るの好きなんですけども、はい、そのペンライトですよを買いに行きたかったのに、まず買いに行きませんでした。でそこから編集行ったんですけど、なんか、まあ、人生って予想外のことが起こるんで、もうなんか編集に集中したいのに、なんかいろいろとなんか他にやらんなんないことが生まれたことにより、なんかもう全然終わらなかったです。でってしてて今に至るんですけど、そうですね、このあとちょっともうちょっと編集を実は本当頑張らないといけないです。頑張るでしょ、して、あとはすごいお腹が空いたんで、このあとは最近私が TikTok で、いや最近って言っても2回しかやってないんですけど、TikTok でユス毎日東北のもの食べてるから、それを普段は別に何にも撮影せずにただ食べてたんですけど、まあ、それを撮ろうかなっていう、それもアッパイして、あとは今日はユスがケッパ定期便の日なんで、ちょっとこの後か、はい、更新をする感じで、ケッパ定期便皆さんツイッターを見てください。して、あとはグミを買いに行かないといけないんですよ。それは私がグミを今食べたいからグミ買いに行かんなんない場合、あとは振り込みをする、これも忘れちゃいけない。あとなんだろう、あとは31日のレッスンをする、あとはなんだろ
まあそんな感じです。なのでちょっと夜まで盛り上がっていきましょう。ヤンケンさんかな、初訪問ありがとうございます。そして斉藤さん、2度目の訪問ありがとうございます。まあそうですね、そういう一日だったんですけども、でもね、ユスね、明日ね、明日すごい楽しみな、まあこと、楽しみなこと、アンド、ちょっと勉強しに行く、アンド、あと皆さんの気持ちになる、そういう一日なんで、明日楽しみなんでね、ちょっとね、今日中にやれること全部終わらせようと思って、気合を入れてます。ナビカツさん、こんばんは、ありがとうございます。こんばんは、よろしくお願いします。ファンレベルが6に上がってくれて、ナビカツさん、ありがとうございます。嬉しいですね。よいしょ。そうね。あとはね。あとね、今日何食べようか悩んでたんですよ。東北のものを毎日食べるということで。結構、毎日カバンの中に、まあ、こんな感じで、美味しい東北6県の何かしらの、まあ、名産というか、名家とか、あと、名家とかを入れて食べてるんですけど、そうですね、まあ悩むね。今めちゃくちゃお腹空いてるんですよ。夜ご飯まだ食べてないからすごいお腹が空いてて、どうしようかな。賞味期限が切れないやつから行こうかな。今日が10月の28日だばい。したら一番この中で賞味期限短いやつは、11月12月、これ12月、これは11月21、まだいけっぱい。これはあ、危ない、11月5日と11月4日が危ない、ちょい危ないですね。こういうの忘れちゃうとすぐ賞味期限切れちゃうんで、私タイプは。なのでちょっと気をつけて食べようかなと思います。でもあの TikTok なんですけど、まあなんかバズり知らずというか、バズり知らずっていうのはバズったことがないから、あの全然バズり知らずなんですけど、そうですよね、なんかコツがまだわからなくて、なんかというのも、TikTok に詳しい、なんだろうな、普通に友達とかが、なんか、コツを教えてくれたんですけど、でもなんかね、ちょっと操作方法をまだ学んでないんで、その操作方法を一回一回ググって、あ、これはこうなんだなと思いながらやって、ちょっとあんまりなんですよ。でもまずは、フォローしてもらおうと思って、ツイッターを見ててくれてる方はぜひフォローしてあのもらえたらと思います。 URL を貼ってみようと思うんで。つっくんつよぽんさん、こんばんは、ありがとうございます。こんばんは、よろしくお願いしますね。そんな感じの私の一日だったんですけども、あ、福道さん、こんばんは、ありがとうございます。こんばんは、よろしくお願いします。あと今日のことは、先日ツイッターでも言ったんですけど、ヒョウ柄の服を買ったよって言ったんですよ。ヒョウ柄の服ってめっちゃ難しいから、どうやって着ようかなと思った結果、今日はこうやって着てます。本当はこれヒョウ柄の、まあ、ブラウスなんですね。あ、待って、ボタン外れてました。え、あ、まあ別にいいんですけど、全然ボタン外れてた、たまま生きてた。まあ、こうですかね。はい、でなんかこれ全部ヒョウ柄なんです。本当はヒョウ柄のブラウスがこうやってふわって、え、すごいですね。めっちゃ強そうじゃないですか。だからちょっとこれは強すぎるなと思ったんで、まあ、今日寒いしちょっと、まあ、ニットに入れて、袖とこのブラウスの襟を出してます。でもちょっとやっぱ派手ですね。なんかね、ちょっとこれは自分の中で挑戦ですかね。本日の幸福島確率は、あ、山さん、400
40% です。お願いします。つっくん、ちやぽんさん、CM で見たんだけど、明日アルピーの番組に出演するってことで。あ、そうです、あの先日告知させてもらいまして、はい、福島テレビさんのね、アルピーの福島あるある認定委員会に出演させていただきます。はい、で、ちょっとその収録が前回あの東北遠征の時にあって、ちょっと一旦スタジオで収録させてもらったんですけども、あの今回その告知にもあった通り、福島のいにしえのあるあるっていう新しい企画がスタートしまして、で、あの一体それってどんなものなのって気になると思うんですけど、なんかもちろん私もなんだ福島のものだったら、よっぽどのことがない限りなんか知ってるつもりでいたりとか、もちろんなんだろう、古だから例えばこう伝統的に昔はこうだったとか、なんか何時代の話って言った時は、あ、聞いたことあるかなと思うこともあると思うんですけど、なんかでもそのなんていうんですかね、古のあるあるを後世にもいい形でこう伝えてね、いけたら一番いいんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい、なのででもなんかすごい私自分バカだなと思った場面あって、何回かあのなんかそのですね、毎回そうなんですけど、あの記憶力はまずないんですよ私。なんでなんか毎回ちょっとね不思議な感じでなっちゃうんですけど、どうなってるかわかんないです。でも周りの方々が本当に、優しく、ね、してくださって、ね、出演者の皆さん、ね、アルピンの皆さんも本当に優しく面白く、してくださったし、スタッフの皆さんもね、あの本当になんだろうな、こうこんな私にも神対応してくださって感謝しております。また録画しよう、あ、してください、ぜひ。そう、楽しかったです。本当、いわき市は日差し強くて日焼けする感じでした。山さん、いわきは今日ですか、それは今日一日、そういう一日だったんですね。なんかあの全然めっちゃ寒かったんでね、こっちが。いわきすごいです。ガネコさんに会えましたってことで、あ、ガネコさんにはちょっとお会いはできていないんですけどね、あのいつか私も会えたらいいなって思ってます。会えたらサインをじゃ求めますねいつも見てます、一方的にということで。そうですね、そんな感じかな。でもあの最近の私のトピックスはそういう感じなんですけど、29日18時からだそうです。あのいつも18時半ってあの告知されてると思うんですけども、でも18時からなので、明日の福島テレビさんの福島の方見てください。アルピーさんのね、あの福島あるある認定委員会、ぜひ見てください。お待ちしております。あ、のびたけさん、すごい、あのありがとうございます。猫のすごい、猫のオーラが周りすごい、いろんな、なんだろう、ハロウィンのやつですね。こんなにくれるんですか、ありがとうございます。仕事中で米できないから、とりあえずってことでありがとうございます。お仕事中に忙しいのにこうやってコメントもそうですけど、こうやってアイテムもくれてありがとうございます。すごい、あ、コナンと被る、 あ、そっか、明日土曜日か、コナンと被りますね。コナンと私たちで戦いましょう。ちょっとぜひね、皆さん見てほしいなと思うのでよろしくお願いしますね。うん、まあ、他にもそうですね、なんかこういろいろこう自分の中で出ていける場が増えるように、あ、ランクアップしました、ありがとうございます。すごい、そうだ、今日そうなんですよね、今決定戦やってるんでこんなブロックでは5位になったってことなので、そうですね、なんかなかなか配信時間が長く取れなくて申し訳ないんですけども、ありがとうございます。いやー、明日絶対ちょっと告知を改めてするんで、その時は皆さんぜひ一緒に拡散してくれたら嬉しいです。
してくださいねつって、いつか福島のあるあるもたくさんこう紹介、ね、できるような存在になりたいですし、なんかユスもね福島のあるあるというか福島の定番に認定される人になりたいです。なんかやっぱまだまだ私のこと知ってくださる方はですね、あのきっとねそんな多くないなって思うんですね。とかあとこう見てて元気になるなって思ってもらえるような存在になりたいじゃないですか。なんでなんだろうな、とりあえずなんか不格好でもいいんで、とにかく元気に、はい、マイペースでも何でももう勢いは止まらない感じで、そういう感じでいきたいですね。なんかいわき市にコストコ再販、再販専門スーパーが開店、再販どういうあれですか。イエス実はコストコに行ったことがないんですよ。でなんかコストコってこういうとこですよね。めっちゃこういうワイドな何かを引いてここにボンボンいろいろ入れてって大きい、うわーいっぱいだみたいな、でお得なとこですよね。コストコ、なんかね、会員にならないといけないんでしたっけコストコって。ちょっとまだコストコデビューちゃんとできてないから、だったらどうせ行くんだったらいわきのそこをねお店行きたいです。しかも再販専門ってなんだろう、再販専門っつって、再販、なんかたまにコストコの YouTuber 見るんですけどね、人気商品いっぱい買えるってことですかね。まあ行ってみたいです。ゆずもコストコと、あとなんか実はずっとなんかニトリに行ったことなかったんですよ。あのお値段以上のとこですけど。でなんかニトリって福島にももちろんあるんですけど、初めてニトリに入ったのが確か浅草のなんかビルの中のなんか気づいたらそこがニトリだったみたいなあって、でそこでニトリだったんだここって思って、そこでニトリに初めて入ったんですけど、なんか最初私ニトリとコストコをなんか混同してたんですね、まずそもそも。でなんかあ、なんか多分話題になったのが絶対になんかそのニトリとコストコが話題になったタイミングがめっちゃ似てたんですよ、同じぐらいの時期に。まあ、私の脳内かもしれないですけど、脳内で話題になって、そしたらなんかコストコとニトリをなんか同じ場所だと勘違いしてて、そしたら違かったんです、全然違います。で気づいたら、あコストコにはまだ私行けてないんだなと思って、いや行きたいですね、いわきの。あ、うんちゃんこんばんゆす、ありがとうございます。こんばんゆす、よろしくお願いします。そうなんだ、そう私そのまあお買い物行くの好きなんですけど、なかなかでもそうやな、行けてないお店多いですね。でもね成城石井はすごい好きで、あのセレブではないんですけど成城石井のことが好きで、あの郡山の駅にもできたんです、成城石井が。したっけが、あの最初にできた頃になんか知り合いとかに聞いたら、もう成城石井が大変なことになってるみたいな、もう入場制限かかってるから絶対入れないよって言われて、でってなって、でそこから数ヶ月後に実際に行ったんですよ。そしたらやっぱ入れないというか、いっぱいいっぱいもう取り合いみたいになってて、でああやっぱ成城石井は人気だなと思って行って、で先日また成城石井に行ったんですけど、その時はまあ結構いろんな方いっぱいいらっしゃったんですけど、でもスムーズに入れました。でね本当に成城石井ってすごいね、そうだな、値引きされてるやつとか見るとやっぱ思わずね、値引きされててもちょっと高級だけど、まあ、買っちゃうわけですよ。でそれがまあめちゃくちゃ美味しくて、私が最初に成城石井でなんか衝撃を受けたのは、あのトマトとモッツァレラとバジルのシューマイ、めっちゃ美味しいんで食べてほしいのと、あとは
キャロットラペ、あとナッツが入ったサラダと、あとパスタ各種で、あとねデザートのあのお餅の入ったなんていうのかな、ぜんざいみたいなやつと、あとバスクドなんとかチーズケーキと、あとモンブラン、あとプリン、もうこれはめっちゃ必須で美味しいんで、なん食べてほしいです。あとね、ああそう、成城石井の限定のオリジナルのジンジャーエール、めっちゃくちゃ衝撃度っていうかジンジャー度がすごいすごいんですよ。でちょっと250円とお高めなんですけど、絶対買っちゃうやつ。なんかあのジンジャーエールを飲みながらなんか作業するとはかどる、美味しいです。ああそうなんですね。あ、ヒイラギさん2度目の方もありがとうございます。ここは会員制ではないので誰でも普通に買えます。コストコのアウトレット的なお店で。あ、そういうことなんですね。じゃあよかったです。私にも入る権利がある。嬉しい。ルイさん、初訪問ありがとうございます。そして、ユミパンさん、初訪問ありがとうございます。アオインさん、2度目の訪問ありがとうございます。そうなんだ。会員だと思ってた、ずっと。そしたら、そうじゃないお店もあるんですね。憧れのコストコデビューできるかな。だってなんか友達とかみんな行ってますもんね、コストコ。そうなんだ。まあ、私もなんかいろいろちょっと食べてみたいお店とかいいなと思ったとこあったらシェアしますね。ただなんかね、最近あの福島で行ったら、その東北遠征では福島に行くんですけど、なんかこうもちろんお買い物できる時間っていうのはなくてですね、ご飯を食べたりとかっていう時間はすごい設けられてるんですけど駅まで行ってお買い物できないわけですよ。で先日も言い訳に行って、その時に私ラトブに行きたかったんですね。そのラトブっていうのは、まあ、駅前のその商業施設っていうか、いろんなこう洋服屋さんとかアクセサリーショップとかもう何でもわって入ってるお店で、そこに行きたいなと思ったけど、まあ営業の開始時間が10時だったんで行けなかったんですよ。まあイオンも行けなかったか。なんでね、そういうとこもね行きたいですね。だいたいでもいわきに行けることって実は私もそんなになくて、いわきちょっと遠いんで、いつも私が郡山駅前のとこで買い物するんですけど、郡山駅前はすごい、なんだろう、もうだいたいいつも行くのが、まあ、エスパルの中はだいたいこう制覇して行って、でエスパルからロッテリアか、あそこロッテリアかな、ロッテリアのところから右に入っていくと、モルティってとこがあるんですね。でモルティに行ってモルティも制覇して、でその後アティに行くんですよ。でアティも、アティってでもヨドバシか、ヨドバシのカメラが入ってるんで電気屋さんも含めて制覇して、でその後薄いってとこに行くんです。でその薄いっていうのは、まあ、駅から歩いて、まあ5分ぐらいの、デパート、夢のデパートに行っていろいろ見て、また戻ってきてまたエスパル見てっていうのを繰り返してます。戦場石のレトルト品、お菓子はツタヤとか地方のスーパーで買えるようになりましたよね。知らなかったです。嘘、なんでで、ツタヤ、なんでだろう、なんか関わりがあるんですかね。あ、タイチュンさん、パンプキン、パンプキン10個もありがとうございます。嬉しい。そしてパンレベル12に上がってくれてありがとうございます。やっぱね、秋だからね、パンプキンありがとうございます。秋、ハロウィン、ハロウィン、ハロウィン。でも、あ、そう、ハロウィン着るやつまだ決まってないわ、そういえば。もう、来週の月曜日なのに。
週明けすぐなのに決まってない、何を着ようか決まってないです、何着ようかな。あ、オカミさん2度目の方もありがとうございます。さっき、あ、そう、 SIR がなんかレッスンしてたんですよ。多分なんか週末とかね、ハロウィンとかのレッスンしてて、まあ私もこの後やるんですが、あのそのレッスンしてる時にさりげなく、まあ、レッスン中ってやっぱみんな集中してるんで、あのスタッフさんを返して、あのね、SIR が何を着るのかをちょっと探ってたんですね。まあまだ私はここでは言いませんけど、でそれにより被らないようにしようかなと思って考えてました。センリストさん2度目の方もありがとうございます。やばい、めっちゃお腹鳴ったわ。オカミさん困ったもんですね。はじめまして。はじめましてですか。はじめましてでしたか。よろしくお願いしますあ、サミーさんこんばんゆす、ありがとうございます。こんばんゆす、よろしくお願いします。センリストさんこんばんは、来てくれてありがとうございます。よろしくお願いします。いや、何になろうかなと思って。ハクトバさん、2度目の方もありがとうございます。そうですね、結構なんか今までぶっちゃけ可愛い系のやつを毎回着てたんです。なぜなら私は可愛い系が大好きだからです。本当に好きだから可愛い系がいいんですよ。落ち着く、うん、本当に。配信でこうやってするの初めて。そんななんかあのすごい礼儀正しくありがとうございます。してね、なんかでもみんななんかそのあれだな、かっこいい系はあんま着ないか、ハロウィンでかっこいい系は着ないと思うんですけど、あんま可愛いの、そうだな、求めてないんですかね、ハロウィンで。まあ、ちょっとまだ全然決まってないってさっきスタッフさんに言ったら、なんか早めに決めた方がいいよって言われました当たり前ですよね。はい、でも私ね、ハロウィン歴はてか、なんかハロウィンへのガチ度はもともと幼い頃から高かったんですよ。だって私一番最初に仮装したの、あの小ネズミですもん。小学生の時に最初に小4で小ネズミとして活躍というか、ちゃんと仮装して真面目に近所の友達、子供たちと一緒にあのハロウィンを企画してやってましたもん、ちゃんと。でなんかその、まあ、近所の友達が集まったら普通にその近所の友達のお家にいきなりピンポンって言ってトリックアトリートって棒読みするっていう、そういう簡単なあれなんですけど、なんかあの、まあ、みんな用意してくれてるんですよ、その各おのおのの家庭で。でなんかちょっと気合入ってぐらいにしてして、なんかあのピンポーンって言って、なんかめっちゃ面白いのは、そのね、近所のみんな友達何人ぐらいだったかな、ミカちゃん、リサちゃん、ヒカルちゃん、マリコちゃん、コナミちゃんくらいかな、エイちゃん、あとちっちゃい弟みたいな、私のじゃないですけど弟、8人か、あ、私入れて9人かぐらいで、そのトリックアトリートの会をやってたんですよ。でなんか各家庭ピンポンって行って、だいたいその5世帯ぐらいを巡ってトリックアトリートって言うと、なんかその家のお宅のお母さんがはーいって出てきて、あーみたいな、ハロウィンのなんちゃらが来たみたいな演技をしてくれるんですよ、かわいいみたいな。でトリックアトリート、お菓子をくれないといたずらしちゃうぞって棒読みで、とりあえずこれを言わんなんないんだなっていうセリフをうちらは言って、したら、どうしよう、何にもないよって言いながら、めっちゃなんか用意してくれてるなんかカップケーキみたいなのを、絶対にもうめちゃくちゃ気合い入れて焼いててくれているであろう準備物を私たちにくれるんですよ。でやったーみたいな感じで言って、それをもらってすっごいたくさん袋にもりもりにして家に帰って、
まあ、うちのマミーもそれはうちのマミーの家にもみんなで押しかけるんで、ピンポントリックアトリートみたいな、ちょっと若干自分の家に行くのはちょっと恥ずかしいんですよ。やっぱなんか得意げに門までは開けていくんですよ私は。こっちみたいな感じで行くんですけど、ピンポン押して実際にうちのマミーがわーって出てきてひとしきりリアクションをしている時間はちょっとなんか恥ずかしいみたいな。で私もなんかちゃっかりそのマミーからお菓子もらうっていうで巡って帰ってきて、なんかただいまみたいな、今日はハロウィンでさみたいななんかこんなにたくさんなんかみんなからお菓子もらったよって言って、みたいなって言って、だいたいうちのマミーが食べるっていうのを毎年やってました。そうだからハロウィンはね、そういう本当に本当はそういうもんですから、あの別に皆さんが皆さんにお菓子を求めてるわけじゃないですよ。いや、わかんないですけど、でもまあそういうイベントですよって一応周知はしておきますね。31日楽しみだな。YM さんこんばんは、ありがとうございます。こんばんは、よろしくお願いします。ユスニャン自身は激化負け、星投げユスニャンしました。水広さんありがとうございます。あおかみさん、やっぱり赤べこぼそ、どうやって赤べこに私なれますかね。しかも蹴っ張っていないでソロなのに急に一人赤べこやったらえってなりますよね。 SIR がびっくりしましたね。ひーくん、ゆすちゃんこんばんは、ありがとうございます。こんばんゆす、よろしくお願いします。お菓子が欲しい、メモメモ、まあ私が欲しいかどうかは別として、まあそういう風習習わしなんで、まあね、どうなるかなって。桃の葉さん、初訪問ありがとうございます。ウリモンさん、こんばんイス、ありがとうございます。こんばんイス、よろしくお願いします。急に赤べこで出たら変な人ですね。でもなんかさ、赤べこってそもそも私にとってあの仮装じゃないじゃないですか。赤べこレッド担当って言ってるってことは、まあ、ほぼほぼ赤べこじゃないですか。なかなか仮装ではないですよね、考えてみたら。まあそういうのがハロウィンのイベントがあるよってことで、皆さん10月31日はツインボックスで一緒にハロウィンをしましょう。楽しみですね。SIR どんな感じでいくの、なんかちょっと内容若干聞いたんですけど大変なことになりそうです。でも31日は私なんかまあ SIR の皆さんってバラエティ力の塊じゃないですか。なのでまあ必要以上に面白くなるんだろうなと思って、あの期待してます。はい、なるほど、騙されるな、騙されるな、なるほど。いや、そう、あ、そして11月の話なんですけど、11月は3日と7日にラックユアイドルフェスがあるので、皆さんぜひアイドルフェスもよろしくお願いします。絶対待ってますよ。そして、11月の5日は渋谷クロス FM もありますのでお願いします。そして、11月の13日が SIR の各編ツアーがあって、群馬県でライブさせていただきますんで、本当にたくさんこう SIR にお世話になってるし盛り上げていきますよ。そして11月の23日に SIR の各編の、仙台での公演にも出させてもらいます。はい、お願いしますね。絶対に絶対に来てほしいです。そして11月の27日に富士急ハイランドでライブが決まりました。ちょっとひまぷりさんの代打として出させていただくんですけども、はい、富士急といえばあの、まあ、人生でそんな数多くは確かに行ってないですけど、あの戦慄迷宮とか行ったことあります。そうなんで、でも私絶叫マシーン絶対乗れないんで、絶対やばい人なんで、あの絶叫はちょっとどうかわかんないですけど、乗るとしたらあのブランコがぐるぐる回るやつと、あと機関車トーマスと
あとリサとガスパールの今松のやつやってるじゃないですか。あれに行きたいなってあれに行きたいっていうか、そう、なんかもし時間があったらそうしたいなと思ってます。お菓子という名のブランド品ですね。わかります。そんなん言ってないベスタン、びっくりしたわいや普通になんか、じゃあそうだな、私福島の銘菓とか皆さんにあげたいですけどね。トリックアトリート、あ、そこ生ものダメなのか、そういえば思ったけど。のり兄さんこんばんは、ありがとうございます。そしてはちみつ兄さんこんばんは、今日もおつゆさまです、ありがとうございます。絶叫系ダメ、フリかな。いやいや、フリじゃないです、本当に。あの、とんでもないです。とんでもないっていうか、見てるだけで一人で絶叫してて、このなんか、この間シュリちゃんがいた時、ベニーランドか、あの時に絶叫を見て一人です、信じられないぐらいな大声を発してたんですよ、私が。そしたらなんか、乗ってもないのにどうしたのみたいな、でも乗ってるかのような錯覚に陥るほど怖いですね。普通に絶叫マシーンって何なんだろう、あの感じ。本当にね、大変なことになります。富士急のライブ決まりましたねってことで。そうなんですよ。なので、あの、ぜひね、これも予約が、予約フォームありましたよね。ぜひ来てほしいなと思ってます。ユスキャンも可愛いず、ありがとうございます。いやー、でも今日ちょっと頑張ろう。ちょっとこの後もろもろあって、もろもろしてからまたもう一回配信しようと思うんですけども、まあ22時ぐらいを予定してます。改めて告知したいと思います。どうかよろしくお願いします。では今日もありがとうございます。まず今日も、あ、昨日の分ありがとうございましたじゃあまたこの後もよろしくお願いします。ではでは、またありがとうございました。